皆さんこんにちは。ラブライブサンシャイン対馬淑子役小林愛香です。国木田花丸役高槻かな子です。黒沢ルビー役振畑愛です。テレビアニメ第6話 PV を作ろういかがでしたでしょうか。それでは早速一緒に振り返ってみましょう。大変、学校が統廃合。地下の元に飛び込んできたのは裏の星女学院が廃校になるというニュース。来た、ついに来た。自分たちの学校が廃校の危機？お友達さんと一緒だよ。私たちが学校を救うんだよ。そして輝くの、あのミューズのように。チカたちは学校を救うため内浦の町のいいところを紹介する PV を作り始めます。試行錯誤を繰り返すチカたちですが、なかなか納得のいくものができません。どうにか作った PV を学園の理事長マリに見せるのですが、それでこのテイトラークですか。大切なのはこのタウンやスクールの魅力をちゃんと理解してるかです。この街の魅力とは何なのか悩むチカたち。自分で気づけなきゃ PV 作る資格ないよ。そんな中、チカはみんなに協力をお願いします。星女学院でスクールアイドルをやっているアクアです。私たちは学校を残すために、ここに生徒をたくさん集めるために、皆さんに協力してほしいことがあります。そしてつながれ、みんなつながれ、夜空を照らしに行こう。消えない、消えない、何もないと思っていた場所に見つけたいいところ。チカはこの場所から始めることを決意するのでした。追いかけてみせるよ、ずっとずっとこの場所から始めよう。できるんだ。はい、いかがでしたか。今回はね、街のいいところを見つけて PV にしようっていうことだったんですけれども、まあ、まるちゃんは食べてましたね。そうだね。はい、というわけで今回ご紹介するメモリアルアイテムはこちら。廃校になりそうな学校を救うために街を PR する PV を作ることにしたチカたち。この街のいいところってなんだろう。悩むチカたちが見つけた答えはいつもすぐそばにあるものだった。夜空に輝くスカイランタンと同じように、その場所から飛び立つことを決めたチカの決意をキャンドルライトで表現しました。はい、ということでいかがでしたか。ね、あのシーンが蘇るような、そんなアイテムになってたんじゃないんでしょうか。そしてキャンドルで癒されるし ね、これは一石二鳥。いや三鳥。いや四鳥。いや五鳥。いや、なお各アイテムにはブロマイド2枚と解説書がついてきますので、そちらもお見逃しなく。というわけで裏の星女学院購買部にて8月24日水曜日23時59分まで予約受付中です。受注限定生産となりますのでお忘れなく。公式通販サイト裏の星女学院購買部では各話の思い出がよみがえるメモリアルアイテムを毎週お届けしていきます。来週もどうぞお楽しみに。それでは対馬淑子役小林愛香と国木田花丸役高槻かな子と黒沢ルビー役振畑愛でした。わー